はい、どうもクソシバでございます。今日はですね、コンビニに行ったらちょっと見えてるけど、これブブカ超ニンニク豚骨醤油ラーメンっていうのをね、見つけたんで、これすっごい気になったんで、あのブブカですよ、あのブブカ油そば、あれすっごいなんかワオってくるじゃないですか。それのね、ラーメン版絶対美味しいに決まってます。2代目店主、ごめん読まないよ。じゃあ行こう。さあ5分経ちました。危ねえ、今事故が起きかけました。オープン。あーすごいね、スープが減りました。スープが減っちゃったよ。あ、けどこれね、ぶっとい麺、ほらこのぶっとい麺がいいんよね。これ多分ブブカのあの油そばと同じ麺だね。生おろしニンニク、これを入れていきましょう。あ、入れる前にちょっと飲んでみようか。あららら、味の薄い普通のラーメンです。普通のカップヌードルのなんか味の薄い版です。じゃあこれを入れましょう。これはほんまに、これ入れへんかったほんまあかん。あー、ニンニクですね。ニンニクを入れることによって、あのラーメンあるある、結構あの美味しくないラーメンでもニンニク入れればなんとかなるラーメンあるあるです。じゃあいただいていきたいと思います。ではいただきます。あー、ニンニクの香りします。うん、あのね、最初すっごい、薄かったんです、味が。全然豚骨醤油っていうか、もうね、普通のなんか安いラーメンの豚骨醤油、カップラーメンのね味だったんですけど、ニンニク入れるだけ全然変わりました。パンチが変わった。ただ僕はもっと想像しとったなんかコテコテ、ブブカって言ったらコテコテやから、すっごいあのコテコテ感のあるラーメンかなと思ったら、すごいあっさりですね。あっさり。ちょっとこれちょっと失敗したくちゃうかな。麺はいい。今日僕は証明できたね、微妙なラーメンもニンニク入れればなんとかなる。まさにこれが典型です。はい、ニンニク入れたら美味しいもん。超ニンニクっていう割にニンニクもそんないっぱい入ってないけど、なんていうかな、ちょっとこれもっとなんかもっとこってりしてほしかったな。あー、ニンニク落ち着く、ニンニク落ち着く。ニンニク落ち着きます。あとこの謎肉、ニシンじゃないのにな。この謎肉なんですかね。ま、今この入ってる卵といい、この謎肉といい、ほんまにあのカップヌードルとほぼほぼ変わんないですね。ほら、謎肉の味も一緒。ごちそうさまでした。いやこれね、この超ニンニク醤油ラーメンブブカ、これね、油そばがすっごいうまくできすぎとって、普通やけどちょっとがっかり、油そばの凄さを知ってるからっていうことでね、今日はラーメン専門店超ニンニク豚骨醤油ラーメンを食べてみて、ニンニクを持ってたらどんなラーメンも美味しいっていうことが証明できたと思います。はい、ではまた、バイバイ。